はい、どうもトーマスです。以前ですね、僕来月からハンガリーに移住するっていう動画を上げたと思うんですけど、今日がですね実は日本最終日なんですよね。いやー、名残惜しいんですよね。この家も、この家ね、半年ぐらい住んでるんですけど、実はね公表してなかったんですけど、福岡のね久留米市にあるとあるワンルームの物件でございまして、この家をねついに手放すことになりました。この綺麗さで家賃4万ですからね、やっぱ安いっすよね久留米は。でね、このベッドでもう寝れなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいんですよね。これ結構したんですよ、シーリーのベッドなんですけど、10万ぐらいしたのかな。やっほーい、いやー気持ちいい。このベッド以外で寝れる気がしないんだけども。でね、今日の動画は何かっていうと、僕ね、まあ来月から海外行ってしばらく多分日本帰ってこないと思うんで、日本をね振り返ってたんですよね、日本の生活を。まあ、28年ね日本に住んでたわけですけれども、それで思ったのが、僕ね意外と全国制覇してたんだなと思って、厳密にはね確かね福井とか岐阜あたりは行ってないんですけど、それ以外は大体もう43、4都道府県は絶対に行ってるんで、割とね行ったんだなと思って、でそれでいろいろ振り返って、実際行ってみてよかったっていうか、住んでみて実際に良かった県トップ2という動画をねこれから喋っていきたいと思いますと。まあ、なんでトップ2かっていうと、まあ、トップ2しかないんですよみんなトップ3とかトップ5とかやってるけど、別に2でも良くないですか。皆さんタイトル2になってると思うんですけど、2が気になってみましたよね。逆にね、だから今の YouTuber は後発なんで、僕はみんなと違うことやっていかなきゃいけないってことで、トップ2でやっていきたいと思います。で、一応ね、僕の居住遍歴をお話ししておくと、まずね、生まれたのは神奈川県海老名市でして、そこにね、19年ぐらいいたのかな。で、そこはずっと実家にいて、で、20歳から、東京のね、巣鴨に住みまして、初めての一人暮らしですね。で、巣鴨の時はね、ワンルームの6万円ぐらいの、本当にオンボロアパートに住んでたのかな。で、最初の家はね、友達と騒ぎすぎて、2ヶ月ぐらいで追い出されたんですけど、まあそんなやんちゃな時期もありながら、で、その追い出されてからもね、実はもう一回ね、巣鴨のね、違う物件に住んで、そこには割とね、2年ぐらい住んだのかな。まあ楽しかったっすね。で、その後は、確かね、あれだ、就職して、大阪のね、梅田の近辺に住むんですよね。そこも良かったっすね。まあ後で話しますけど。で、梅田住んだ後は、まあ、東京の中目黒に戻ってきて、東京に住んで、でそこからね、YouTuber になってからは、この福岡の久留米に住んだっていう感じなんで、まあその中でね、住んで良かったところ、トップ2を話していきたいなと思います。はい、ちょっともう手疲れたんで、起きましたんで、このね、画角で話していきます。で、早速行きましょう。第2位からですね。第2位はですね、大阪、梅田ですね。いやー、やっぱ俺大阪好きなんすよね。大阪にはね、3年半住んだんですけど、まあ良かったっすね。で、理由はね、結構4つぐらいあるんですけど、まず家賃がそこそこいい、安いってことと、飯がうまいってことと、あとは なかなか都会で何でもあるっていうところと、あとね、人がいいっていうところですね。いやー、本当にいいっすね、大阪は。マジに家賃については、東京ね、だいたい7割とか6割ぐらいの値段で住めちゃいますね。まあ、僕梅田っつっても本町っていう駅に住んでたんですよ、最寄りが。本町から 1,2 分のところでめちゃくちゃいいところなんですよ。まあ、東京で例えると代々木とかになるのかな。大阪でいうと梅田と心斎橋の間にあるんですけど、で、まあ、梅田は東京でいう新宿なんで、で心斎橋はどっちかというとね、原宿渋谷みたいな感じなんで、そこの間にある代々木みたいなイメージで、ね、本町っていうのところはあるんですけど、そこに住んでて、それで、いや、どんぐらいやってたっけね、10畳の家で家賃8万、6万とかだったかな。だからそんぐらいめっちゃ安いんですよ。東京で代々木だったら10万超えますよね。だからそんぐらい家賃も安いっていうのと、で、新宿って言いましたけど、全然梅田も新宿に近いぐらいの都会なんで、そこにね、もう歩いて行けるぐらいの距離なんで、それで、ね、その家賃っていうのはめちゃくちゃいいですよね、大阪ね。で、次、飯がうまいっていうのは、これね、東京はね、めちゃくちゃチェーン店多いんですけど、大阪はね、個人経営の美味しい店がめちゃくちゃ多いんですよ。僕はそこが気に入ってて、特にね、あの、梅田の地下街、1ビル、2ビル、3ビルら辺のあの辺でね、結構いい店がいっぱいあるし、しかも安いんですよ。
で僕ねよく会社の先輩と言ってたのが銀座屋っていう、まあ、立ち飲み屋ですかね。知ってる人いるんじゃないかな多分。銀座屋っていうところがねマジで安くてうまいんですよ。瓶ビールが確かね200円台とか300円とかあったのかな瓶ビールで、うん、バカ安いっすよね。でおつまみも100円台とかでもつ煮とかは100円で小皿が出てきたりとかマジで安いんですよ銀座屋。まあ立ち飲み屋なんですけどいつも混んでましたけどね。よくね先輩と行ってましたね。であとはまあ粉もんが有名ですけどお好み焼きもうまいしたこ焼きもうまいし本当にね美味しい店多いっすね。まあ普通に東京にあるようななんか普通のイタリアンとかも美味しいし、まあ、あと串カツも有名ですけどね串カツも美味しい店いっぱいありましたね、うん、っていう感じでもう飯がうまいっていうのでもう梅田は良かったっすね。で3つ目の都会っていうのはまあ普通に都会っすね。梅田の写真見たことある人いるかもしれないですけど普通に都会っすね。何でもありますね。東急とか阪急とかは普通にブランドショップとかもいっぱいあるし、うん、大丸もねあるし本当に全然東京と変わんないっすねその辺は。まあ、だからブランド物好きな人とかも別に大阪でいいし東京にしかないものって実はそんなにないんですよね。なんかイベントとかも大体東京でやるパターンと大阪でやるパターンって大体大阪でもやってくれるじゃないですか。っていう面で普通に都会なんで全然いいし、あと東京にもね2時間半で行けちゃうし飛行機だったらもっと早いのかな、うん、で飛行機だったらね 7,8 線で飛べた気がしますね東京まで。新幹線だと2万ちょいかな2万 2,3 千円だった気がしますけど、まあ、そんな感じで全然東京にも行けるし結構都会でっていうので大阪はめちゃくちゃいいですと。で最後ねこれ一番いいんですけど人がいいんすよね、うん、僕も本当に衝撃的だったのがその時はアパレルとか服に興味あったんでアパレルショップ結構行ってたんですけど対応が全く違うんすよ。まず大阪本当に店入った瞬間についてくんですよね店員が。ずっとストーカーみたいな感じであこれおすすめやねんでみたいなそういう感じでずっと話しかけてくるんですよね大阪の店員って。だから本当に逆に鬱陶しいぐらいなんですけど全然いい人だし話しててもう苦痛にならないぐらいの感じですね。で東京はさもう挨拶は一応するけど全然自分から声かけないとさアパレルの人店員の人って話しかけてくれないじゃないですか。まあだからそこの人の良さっていうかオープンなマインドっていうのは大阪人にはあると思うし、あとねまあ普通に仕事で営業でいろんなところ回ってたんですけど大阪とか京都とかで営業してたんですけどそこでもね割と仲良くしてくれますよねいろんな人が、うん、本当に東京と大阪どっちも働いたんですけどマジで決定的に違うのが雑談をしないんですよね東京のビジネスマンは。多分してる人もいるんじゃないかと思うんですけど僕 IT 業界だったんで割とエンジニアとかさそういう人と相手にすることが多かったんで東京の方々はねあんまり雑談とかしないでいきなり本題に入ることが多いんですけど関西はね最初ね雑談絶対するんですよ本当にくだらないことも話して本当にビビったのはなんかまあその人は特殊なんですけどいきなりなんかスニーカーの話を開幕でし始めて僕の家にはなんかスニーカーの棚がありましてねみたいな話を急にしだしてそれで僕も好きだったんでスニーカーとか仲良くなったみたいなところもあったりして大阪はねそれぐらい人がいいんですよね、うん、っていう感じでね大阪別全然住んだことないっていう人は全然東京と遜色ないぐらいの都会なんで、でそれで家賃もね6割7割ぐらいで住めちゃうってことでぜひおすすめの都市町ということで第2位大阪でした。で栄えある第1位はですねまあ東京の中目黒ですね、うん、これは本当にね間違いないですね、うん、住んで、うん、まあ、ただ高いんですけどね、まあ、ただあなたに聞きたいのがその自分がねお金を無限に持ってたとして日本でどこでも住んでいいですよって言われたらどこに住みます？僕ね別に港区とかよりも中目黒だと思うんですよ、うん、これその視点で僕中目黒選んだんですよね。僕は転職して東京に行って給料めちゃくちゃ上がったんでどこでも住めるなと思って、で本当にゼロベースで金とか考えないでどこがいいかなって考えたら中目黒だったんですよね。
まあ、だって港区って騒がしいじゃないですか。銀座とか麻布とかさ。で、なんかね、変なハニートラップも多分多いだろうし、うん、自然もないし、うるさいんですよね、うん。で、その点中目黒ってめちゃくちゃ落ち着いてるんですよ。で、自然もあるし、ほどほどにあるし、桜並木とかもあるしね。うん、目黒川でしたっけ。って感じで中目黒を押す理由は、その3つあって、その自然と、あとは店が美味しいんですよね。あと最強のアクセスっていう、この3つですかね。うん、で、まずその自然については、まず目黒川。目黒川の近くに住んでたんですけど、もう毎日散歩してましたね、うん。割と朝とか散歩すると芸能人とかもすれ違いますね、結構。割と大物の人も何人か見かけましたけど、あんま、YouTube なんで名前言わないですけど、うん、大体この辺で住んでんだろうな、この芸能人みたいな。人は結構見かけましたね。何回もあったんで。うん、っていうのと、公園もね、割とあるんですよ。うん。その、なんだっけな、中目黒公園だっけな、その辺に住んでたんですけど、あの辺毎日散歩してましたね。うん、自然もあるし、落ち着いてると。で、中目黒って割と住宅街が多いんですよ。駅出て、目の前にスタバあるじゃないですか。で、左行くと、LDH とかある方で騒がしいんですけど、右はね、割と、ニトリとかある方が住宅街なんですよね。そっちの方は結構静かなんですよね。で、多分芸能人の人もその辺に住んでるし、その住宅街入っていくと、本当に外車とかめっちゃ多いんで、中目黒で車持つってなかなかの富豪じゃないですか。そういう人結構多いし、だから民度も高いしってことで、中目黒ね、割と家賃は高いんですけど、うん、全然いいと思いますね、住むなら。で、参考までに僕が住んでたのは、どんぐらいだったっけ ?40 平米ぐらいの家で14万とかしてましたね。まあ高いっすね。まあだから今はそこに住む日を金ないんで、底辺 YouTuber なんで、出ちゃいましたけど、多分そのまま働いてたら住んでたんじゃないかなと思うぐらい良かったっすね。はい。で、理由二つ目の店の充実なんですけど、これもね、大阪と一緒で、中目黒って東京の中でも割と異質だと思うんですけど、個人経営の美味しい店多いんですよね。本当にいろいろ回りましたね、中目黒は。うん、中目黒の頃がなんか一番女の子とかと遊んでた気がするんで、店もね、詳しくなったんですよ。で、裏に行くと、駅出てね、左側の方にバーとか多いんですけど、その裏路地とかのね、隠れ家バーみたいなところが結構あって、本当にお酒が美味しい街ですね、あそこは。うん、で、あとね、焼き鳥の店が多いですかね、中目黒。焼き鳥好きなんで、よかったっすね。で、おすすめはね、鳥吉だっけな、予約ができない店があるんですけど、鳥吉だと思うんですけど、確か。あそこはいいっすね、美味しかったっすね。お任せで出してくれて。本当に行列できてんすよ。で、僕で、行きたいなと思って電話したんですけど、当店は予約を受け付けておりませんので、みたいな感じで断られるんですよ。まあ、だからみんな並んでると思うんですけど、あのお店とか、じゃなくても焼き鳥が美味しい店は結構多いですね、中目黒は。で、あとなんか友達に教えてもらった店で、なんかジントニックっていうか、ジン専門店みたいなバーがあるんですよ。うん、ドンキの方行ったらあるんですけど、結構ね、めっちゃ美味しかったっすね、ジントニックが俺お酒の中で一番好きなんですけど、でそれ友達に言ったら、ジンの店あるよみたいな感じで、じゃあ行こうぜっつって、行ったらね、割とこじんまりとしたバーみたいな感じのところで、本当にジンしか置いてないんですよね、カウンターにバーンって。で、なんかその日のおすすめとか、本当にいろんな香りとかいろんな味がついてるジンをおすすめしてくれたりするんで、で全部うまいっすね。なんかグラスもね、なんか特徴的な形のやつとか。で、面白いっすね、結構。で、あとなんかデザートも美味しかったりするんで、結構おすすめですね。アントニックっていう店だっけな、確か。アントニックっていう店、ぜひね、東京にお住まいの人は行ってみてください。っていう感じでね、店も美味しいと。っていうところと、あとアクセスがね、強いんですよね。日比谷線と東横線通ってて、神奈川にも行きやすいし、都内にも出やすいっていう、まあ都心にも出やすいっていう、最強なんですよね、割と。で、横浜とか行きたいとかなったら別に一本で行けるし、でね、なんか渋谷で遊ぶとか、池袋とかで遊ぶってなっても、一本で行けるんですよ。で、あとは、その港区とか、ね、銀座とかに出たいって時も、日比谷線で出れるしね。アクセスも最強なんですよね。っていう感じで、もう、総甲州最強なんですよね、中目黒は。
まあ、その分高いっていうところさえ受け入れられれば本当に中目黒おすすめっていうことでナンバーワンとさせていただきました。はい、という感じでね、まあ、惜しくも福岡県久留米市はね、もう落選落ちです。もうビリですね、僕の中で今まで住んだ中で、ね、割とビリで、やっぱ僕はね、田舎には向いてないなって思いましたね。なんか人もいないし、閉鎖的だし、あんま面白くなかったですね、田舎に住んでみて思ったのは。っていう感じで、うん、あと神奈川にも僕住んでたんですけど、神奈川はいいっすね、うん、本当に。で、神奈川県民で意外、神奈川県民あるあるだと思うんですけど、横浜って意外になんもないんですよね、うん、デートするとかなっても本当にみなとみらい鎌倉らへん行かないとなくて、横浜って意外にないんですよね。なんかみなとみらいの万葉の湯でバイトとかしてましたけど、みなとみらいは結構いいっすね。まあ、冬は寒いんですけどね、あそこ。まあ、神奈川は本当に遊ぶところがいっぱいあって良かったですけど、その分田舎はね、何もなかったっていうことで、僕のレビューでございました。以上がですね、日本に住んでみて良かった場所、トップ2でございましたということで、これからね、僕の YouTube は海外編に突入すると思いますんで、一旦ね、ハンガリーに、まあ、半年ぐらいは最低限住むと思いますけど、またハンガリーの動画もね、楽しみに待っていただければ嬉しいかなと思ってます。それではまた明日。バイバーイ。